皆さんこんにちは、エビサーです。エビチャンネル、今回はコンサートに行く時の服装について考えてみます。はい、ということでコンサートに行く時の服装なんですけど、まあ日本のコンサートなんかそういうね、サイトとかでもいろいろ調べてみると、日本のコンサートホールはよっぽどではない限り、ドレスコードはないですよっていうふうに言っています。ですので皆さん自由な格好で来てくださいねっていうふうに言うんですけれども、じゃあ自由な格好で行くって言ったって、なんかたまにね、女性が書いているブログかなんかで、クラシックのコンサートにせっかく行くのに男の人が変な格好で来てもう嫌になったみたいなことを、もう幻滅したみたいなこと書いてあると、やっぱりそういう服装って大事なのかなっていう風になったりしますよね。じゃあコンサート行く時の服装ってどういうのがいいのかというのをちょっと考えてみようと思います。で、女性の方がファッションに関しては敏感なので、まあ大体の人が綺麗な格好をしてくると思います。女性の人でコンサート、クラシックのコンサート、しっかりしたコンサートに行くのに、まあ T シャツとジーパンで行く人っていうのはあんまり見たことはないですね。でもまあ男性はやっぱりたまにいます。ということで、男性はじゃあどういう格好したらいいのかというと、まあ基本的には襟付きのシャツを着ていれば、まああったかい時期なんかはいいのかなと。それにまあ例えばこういうジャケットを1枚羽織るだけでだいぶ違います。で、下もまあまあジーンズでもいいんですけど、ちょっといい席に座るんだったらジーンズじゃなくて、まあスラックスだったり、マーチのパンぐらいにしとくといいのかなというふうに思います。で、外国に行くとまあいろいろちょっとそのコンサートによって雰囲気が違ったりします。で、まあウィンフィルの定期演奏会なんかだと、ウィンフィルの定期演奏会って日曜日は11時に始まるんですよ。で、午前中なんですけど、みんなちゃんとしっかりした格好をして、で、女性もちょっともうまあいわゆる結婚式に来ててもおかしくないようなちゃんとした服を着ていったりとか、そこは男性もしっかりネクタイまで締めて、で、まあジャケパンスタイルの人もいますけど、ネクタイは締めてるとか、で、スーツ、綺麗なスーツを着てるとかっていうのもいます。で、日本と違うのは、日本から、例えばウィーンに行って、そういうコンサートに行きますって言った時に、日本人がやりがちなのは、日本って結構、黒スーツに白シャツっていうのが多いんですよ。で、あっちの人たちの黒スーツに白シャツってのは結構フォーマルで、あんまり普段着でそういう場所には、まあよっぽどフォーマルな時じゃないと着ない色っていうイメージがあるので、ですので、まあちょっと例えば青みがかった水色のシャツだとか、まあ黒のスーツよりかはちょっと色が入ったものだったり、まあグレーでも紺でもそういったスーツの方がもしかしたら場には和むかもしれません。ですが基本的にはネクタイ締めて、まあジャケパンスタイルか、それかまあちゃんとしたスーツを着ていれば間違いはありません。で、女性はまあ基本的にはまあしおり D も言ってましたが、きれいめなワンピースを着てれば OK というふうに言われています。まあ女性はまあ問題ないと思う。男性の方が意外とそういうとこ行くのに、例えば仕事帰りにスーツでそのまま行くんだったらいいんだけど、休みの日に行くにはどうしたらいいか、ちょっとスーツだとかしこまりすぎかなとかも思ったりするので、そういう時にはまあノーネクタイで行くんだったらしっかりジャケットを羽織って、で、ジャケット羽織っていれば安い席だったり、中はまああったかい時期だったら T シャツでもいいと思います。で、まあ一番ダメなのは、これは例えばウィーン国立歌劇場の立ち見席でも注意されるって入れてもらえないんですけど、サンダルはまずダメです。それから、半ズボンとかもダメですね。半パンツとかも追い出されてしまうので、で、その、まあ、追い出されるというかチケットをもうそもそも買わせてもらえないんですね。立ち見の席って当日しか買えないんですけど、そこで並んでる人の中でサンダルの人とかいると、君それでは入れないからって言って、で、チケットを買ってから戻って着替えてくるか、それか今すぐ着替えていってその後チケットを買ってくださいっていうふうに言われていました。ですので、まあ
日本はそんなことは言われないと思うんですけれども、一応ある程度、まあ音楽家はみんな塩ビ服だったりスーツだったりタキシードだったりちゃんとした服を着ていますので、まあそれに対してじゃあお客さんがサンダルで聞いていいのかっていうと、それはうんちょっとどうなんだろうっていう感じもしますので、ある程度の綺麗さはあっていいのかなというふうに思います。ですが別にスニーカーでも綺麗めのスニーカーだったら全然いいと思いますし、ジャージとかでなければある程度は OK なのかなというふうに思います。さあどう思いますでしょうか。コンサート、まあそんなに言わないでよっていう人もいるかもしれませんけど、ある程度綺麗めな格好は必要なのかなと思います。ただ T シャツで演奏家がいるようなラフなコンサートもありますので、そういうのは別に T シャツで行ってもいいと思いますし、いろんな形がありますので、まあ基本的にはちょっと綺麗めで、よっぽどラフ、今回はラフなので皆さん T シャツでも何でもいいので来てくださいよっていうようなとこだったらいいし、野外コンサートなどもそういったドレスコードは基本的にもうかなり下に下げられますので、そういう時にはラフな格好でサンダルで行っても全然 OK だと思います。ということで今回はクラシックのコンサートに行く時の服装について考えてみました。皆さんどう思いますでしょうか。ということでエビチャンネル、このようにクラシック音楽についてファゴットを中心にいろいろ考えていっておりますので、もしよかったらチャンネル登録そして高評価ボタンよろしくお願いします。バイバイ。